木越さん、おはよう。佐藤美音子さん、南国さん、キュンキュンさんかな、風子さん、慎太郎さん、ガッティさん、おはようございます。早起き大成功。お豆腐さん、みっちさん、みやさん、かずーさん、おはようございます。新潟吹雪いてる、大丈夫か。イヤホン忘れた。大丈夫、無理しないで。トシさん、天使の分け前さん、おはようございます。おはよう。早起き大成功だよ。いちお茶さん、おはようございます。早起き大成功ですが、めっちゃ眠いです。普通にめっちゃ眠い。15分くらいしたら外でか音出して、それまで配信して、伝われ。大丈夫だよ。徳さん、トキさん、おはようございます。ティーバレラさん、おはようございます。はい、なんだっけ、あ、そうだ、昨日夜配信して、で12時ちょっと前くらいに配信終わって、でそっからもう早く寝よう今日はとか言ってたんだけど、まあその時点でお風呂はね上がってたから全然平気だったんですけど、昨日夜ご飯にパスタを食べようと思って準備してたの。なんだけどパスタの麺がめっちゃ中途半端な量しか残ってなくて、一食分には全然足りなかったから、麺じゃなくてマカロニを茹でて、普通にパスタソースとあえて食べたんですけど、スケヒラさん、かぼちゃさん、ティダカンカンさん、まめのめさん、おはようございます。徳さん、ハートありがとうございます。それあ、かぼちゃさん、新入隊154人目ありがとうございます。アーリーさん、おはようございます。そう、それで食べたんですけど、なんかマカロニって普段そういう食べ方あんまりしないから、茹でる量が全然わかんなくて、いっぱい茹でたらすごいもうマカロニだらけみたいになっちゃったの。マカロニだけ多かったのね、パスタソースに比べて。クジチーさん、おはようございます。そうだから、とりあえず適量のマカロニを取って、で余ったマカロニはちょっと一旦ボウルに移しといたのね。ケイジーさん、おはようございます。マサヒコさん、おはようございます。なぜわいは寝起きの大学まあ間違いない。クリチーさん、新鋭隊155人目、ありがとうございます。ありがとう。シャムさん、アープクさん、おはようございます。マメノメさん、ホットチョコレート、ありがとうございます。そうで、それがあって、そうだからマカロニサラダしようと思ったの。そしたらマヨネーズがなくて。シャムさん、ダルマ、ありがとうございます。そうガーンだよね。ともあきさん、おはようございます。ガーンだよね。それでもうどうしようと思って、でもハムがあったから、とりあえずハム切ってマカロニと一緒にしといて、で、あ、分かったぞと、ケチャップならあるぞと、夜中でもないけど、まあ12時、しかもその前に洗い物しなきゃいけなかったから、とりあえず洗い物だけ終わらせて、でフライパン出して、シュウさん、おはようございます。ケイちゃん、おはようございます。でバタージュー、あ、南国さん、新鋭隊156人目、ありがとうございます。すごいな、ありがとう。増え方がすごい。そうでバター出して、チューブのチューってバター敷いて、でそのマカロニとハム入れて、それでケチャップをかけてあえて、そうマカロニナポリタンみたいにした。でちょっと味見したんだけど、めっちゃ美味しかった。やっぱバターがすごいいい味。箱美味しいさん、おはようございます。でそう、それを今日の朝食べればいいやと思って作ったのよ。
今食べた方がいいか。なんかメイク してんのに汚れんのやだもんね、口の周りとか。ちょっと温めてきます。いでで、なんかさ、昨日さ、久しぶりに体育なんかやったもんだから筋肉痛なんですが。もうやだ、すごいよね、そんなんしただけで筋肉痛になるんだから。別になんか大したことしてないのしてないにもかかわらず、アメリカの家庭料理、マカロニチーズ、あー美味しそう。チーズって間違いないよな。運動遅くすぎそう。いや、なんかさ、歩いてるけど普段あの普通に別になんかウォーキングしてるとかじゃなくて、普通にさ、関東はもうさ、移動手段がさ、歩きか電車かだからさ、そっちにいる時より運動量多いはずなんだけど、まあ、体育とかの運動となるとまたちょっと違うさ、筋肉を使ってするじゃん。だからだよね。林宇宙さん、おはようございます。たっちゃん、初見さん、おはよう。原田由紀さん、ひろひろしさん、おはようございます。ひろひろしさん、バラありがとうございます。なんかパチパチ言ってますな。粘膜が痒い感じ。こんな感じ。ちょっとあんま見た目良くないけど、まあいいよね。大丈夫大丈夫。よし、いただきます。確かにストレッチの量ね。そう、昨日もさ、今日体育したしと思ってさ、ストレッチしたんだけどさ、結構長めに足りなかったようですね。バターが効いてて美味しいんだよ、すごく。そう、駅も変えた方がいい、確かに。猫ワンコさん、フレッシュミオリンさん、ダスティンさん、七九山六辺さん、マックス時315号さん、おはようございます。トキさん、ホットチョコレートありがとうございます。お仕事いってらっしゃい、気をつけて。ビンシラさん、おはようございます。じゃあいただきます。
暑いかな。昨日は結構、あ、昨日はとか昨日食べてたパスタソースは結構塩味が強かった、しょっぱい感じだったけど、こっちはバターも入ってるし普通のケチャップなのでちょっと甘めかな。昨日のよりは甘め。うん、うんうんうん、天才かも。スイートさんおはようございます。マックス315号さん、アルマありがとうございます。ヨッシーさんおはようございます。え、天才では。で、なんか味付け自体は甘めだけどハムのしょっぱさがいい感じ。ヤケルさんおはようございます。はい、8時半から言うたやろちゃんと今日は寝坊しなかった。今起きたから俺がでもおはよう。こんいちさん、初見さんありがとうございます。おはようございます。ゆきくらげさんおはようございます。私はね今朝ごはん中です。昨日の夜使ったってか昨日の夜食べようと思ったけど余ったマカロニと家にあったハムをバターとケチャップで今炒めてとかあえてナポリタンみたいな感じにしてます。まあ不意に朝ごはんもできたしまあよかったわって感じ結果的に。高弘さんおはようございます。みやさんおはようございます。しおじいさんおはようございます。100キラありがとうございます。みんな朝ごはん何食べたの。カレーいいね。朝カレーいいじゃん。いいって言わん？朝カレー。カレーね。まあもう自分でカレー作ったりとかするときはあの市販のカレールーを使うんだけど、あれってさ大体さ横長の箱にあの2ブロック入ってるじゃないですか、ルーが。でさあの1つ使うんだよ。2つはさすがにないから1つ使うんだけど、でも1つしか使わなくてもやっぱ1人分には多いのね。何回か食べられるのよ。そうだから普通に夜作って食べて、で次の日の朝もあるからあのまた食べるんだけど、そういう時は朝カレーしたりとかするかくし味美味しくない。確かにもうその愛情だよね。愛情とか気持ちも含まれるよ。でもかくし味って本当に半熟卵のサンドイッチ、うわ美味しそうだな。メタボネコさんおはようございます。内臓が目覚めるけどです気持ちはね。ご飯、納豆、肉じゃが、めっちゃいい朝食
美味しそう。かれこれ4時間前にピーナッツバターになった食パン。直道さんハートありがとうございます。ガチ？お腹空いたでしょもう。スカンか、まだスカンか。満腹ではないって感じじゃない？なんて読むんだろう。健生さん、おはようございます。ハートありがとうございます。隠し味用のワンワン内容ってます。あ、ごめんなさい。非売品なんです。すいません。天使さん、アメちゃん、おはようございます。すいません、非売品です。マルさん、おはようございます。今違ったセブンのドーナツ食べた。あ、最高だ。いいね、朝から糖分摂取。朝だしね。ゼロキロカロリーだ。ゼロはさすがに過ぎ。朝水さん、初見さん、ありがとうございます。おはようございます。てかシレットマカロニサラダにしようとしてたけどさ、マカロニサラダにするにしても具材足りなすぎるんだけどね。きゅうりがなかった。だけどとりあえずと思ってハムにした。普通にマカロニサラダ作るときはマカロニ、ハム、キュウリが入ってます。うちのはね。そうそう。カラさん、おはようございます。うん、ヒーチキンも入ってる。言われなかったら思い出さなかったかも。そう、ヒーチキンも入ってる。基本ね、ママが作ってくれたりするんですけど、まあこちらにはママがいないので、一緒に住んでないのでね、今はね、実家にいないとなかなかママのご飯が食べられない。それだけ、それだけ嫌。ひろしんさん、おはようございます。うわ、前のリンゴ嫌かも。ちょっと嫌かも。うん、パパとも喋れないし。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ちょっとこれはさすがに水につけときたい。水っていうかもはやお湯がいいんだけど。よし、オッケー。じゃあ気を取り直してメイクしますね。うん。おとうぴゃん。かわいい名前。おはようございます。
ミキミキさんおはようございます。スタッドレスどこのメーカーがいい、わかんないな、わかんないな。あ、ミッチさんおかえり。さっき大丈夫だよって言ったの分かった？伝われとか言ってやってた。じゃあメイクしていきたいと思います。今日のメイク、今日のメイクって言っても別にそんな普通なんだけど、今日はカラコンをね開ける、カラコン開けます。もう1ヶ月くらい経ったので、あ、伝わったよ、ありがとう、よかったよかったよ。もうメイクしてるかわいそう。そんなことないんだって。ふうけんなんか外回りはあーちゃんのコーラジオに行って、わー本当に気をつけて、寒いと思うし、なんか無理しないでって言ってもね、しないといけないんだけどね、本当に足元とかは気をつけてね、マジで心配だ。じゃあ私が使っているカラコンはレビアカラーってやつですね。1ヶ月、あー麦茶の中に髪が侵入してるっていう、はい、1ヶ月ですね。レビアアイってやつ。私は目がそんなに悪くないので、どなしメルティベアっていうカラーです。これ NMB の山本美香菜ちゃんが前に TikTok でおすすめして、おすすめっていうか、あの私もこれ使ってますって言ってて、でなんかその時見たらすごい自然な色味っぽかったから真似して買ってみたら、自分の目の色とすごい似てて、たまたまね、それでナチュラルに大きくなるので使ってますね。これ開けていきます。わあ、このコンタクトのさ、最初のこれ開けるのめっちゃ苦手、すごい濡れてるんだけど手びちょびちょなんですけど。小狐さんおはようございます。じゃあコンタクト入れていく。そうだから、あのどなしだから別に左右がどうのこうのとかないんだよね、私どっちでもいい、別に大丈夫かな。よし行くぜ。入ってないじゃん全然、どうしたの。ちょっとティッシュよし、右目装着完了。今こっちだけ入れたんですけど、入れるとこんな感じ、入れないとこんな感じ、若干違うよね。カラコンのパッケージ確かに使わなかったら見ないよね。フォーティエット界隈でマンの次ぐらい、いやちょっと本当にやめて、本当に叩かれる。私なんてそんな足元にも及ばないから。しょうさん、小粋な佐藤くん、太郎さん、ともやさんおはようございます。りちゆさんおはようございます。そう、ほらこっちが入ってる、こっちが入ってない、まあ、白目のね余白がちょっと埋まりますよね。私結構目の横幅があるタイプで、縦はあんまないんだけど横幅が結構あるタイプで、白目のね範囲が広くて結構きつく見られがちっていうか、印象がね、そうなんですけど、まあカラコンすると多少マシになるかなっていう感じ。
まあ今照明で飛ばしてるからちょっとあんまり参考にならないかもだけど、目の色はねそんなに変わってないはず。本当になんか瞳だけ大きくなってるっていう感じに見えているんじゃないでしょうか。あのタイプの方ちゃんも得意まあまあでも好みもありますからね。そうそう、そういう風に言ってもらえるのすごい嬉しいよ。私のことを褒めてもらえる。私はねああいうお顔好きなのよ。すごく憧れる。自分がねそういう感じの顔じゃないからさ、特に余計にいいなと思うんだよね。ハウチムさんおはようございます。何がマカロニだ本当に。はい入った。伊賀の藤丸さんおはようございます。マス先生おはようございます。はい入りました。カラコン目しょぼしょぼ。でも大丈夫、今日は一発で入った。調子が良いです。自然でしょ自然だねとしか言えないように。自然でしょ。カッツーさんおはようございます。いやでも結構ガチで自然めだと思うんだけどな。なんかさあんま似合わないんだよね、あの目の色から変わっちゃう系のやつ。なんだかあまり似合わないような気がする。慣れてないだけかもしれないけどね、見慣れてないっていうかね、わかんないけど、まあ、とりあえずメイクしていきたいと思います。化粧水と乳液とかは終わってるのでベースからいきますね。色付き買ったことあった？うん、あのなんかそんな青とか緑とかじゃないけど、なんかあのちょっとほら色素薄くなれる系とかさ、なんかちょっとベージュ系とか買ったことあったけど、なんかあんまり似合わなかったっていうかね、まあ髪の毛が暗いのはあるかも。なんかもうちょっと明るかったらまあちょっと馴染むかもしれないけど。リクナさんおはようございます。そう見慣れてるはずなのに未だに言われないで。でもそうですよ、そうそうそう、そういうのを選んでる。そうとか買ったことあったけど、ちょっとなんかあんま似合わなかったかな。馴染みが悪かったっていう感じですかね。はい、ということでじゃあメイクしていきます。まず最初クレードポーボーテボアルマティフィアンリサン。これはなんか毛穴ちょっとだけ塗るんですけど、毛穴のを埋めてくれるみたいな感じ。鼻とかね、こういう鼻とかこの鼻横とか。多分毛穴気になりやすいんですけど、そういうところに塗るの。こうちょっと出してちょっと広げて、でこうやって気になるところにこう塗っていくっていう。ダレルンさんおはようございます。そうモタさんおはようございます。こういうね鼻の脇とかにもこうやって塗って、なんかまあ見た目も多少変わるけど、あの肌触りもねすごいサランってする感じ、ゴワゴワしなくなるって感じですか。はい、これは鼻とかだけに私は使ってる。別にそこにしか使っちゃいけないわけじゃないんだけど、私はそこに使ってます。で次ウォンジョンヨのトーンアップフィルタークッション。これ化粧下地ファンデーションって書いてありますね。私が買った色は紫みたいなこんな感じの色で、もともと紫色の下地使ってたんですけど、これじゃないやつね。だけどそれがなくなるタイミングでこれが新しく出てて、
でこのメーカーすごいいいってずっと前から話題だったから使ってみたいなと思って買ったらすごい良くて、で私が使ってるよりあんまり売ってなくてね、他のところなんかたまたま自分がこれ買った時は発売日付近だったからあったんだけど、しかも渋谷だからさ在庫がいっぱいあったんだけどさ、なんか他のところで買おうとするとなんかあんまりなかったりとかして、この間見つけたんでもう一個買いました。予備を。ガンズンさん、バンブーさん、おはようございます。懐中電灯マニアさん、おはようございます。いいよね。紫の下地は肌の色味をトーンアップしてくれる効果があります。緑とかはあの赤みを消してくれる効果があって、あのちょっとこう赤み肌な方とか、私あんまり赤み出ない、普段はあんまり出ないけど、そうちょっと赤み肌とかの方は緑とかいいかな。そうそうそう、緑って言ってもね、ほんとなんか薄いパステルグリーンみたいな感じで、ほんともう真緑とかじゃないんだけど、そうそう、そういうのもあります。はい、じゃあだいたい塗れましたので、次ファンデーション。ファンデーションはマキアージュ、もともと下地もマキアージュ使ってました、同じメーカーのやつ使ってたんだけど、ちょっと今下地だけこっちに変えてみてます。これはねめっちゃいい、あの保湿力がある、まず保湿力があるっていうのと、めっちゃ薄付き。私ファンデーションあんまりいっぱい塗りたくなくて、でも肌綺麗に見せたいっていうので薄付きのこういう液体みたいなタイプのファンデーションをよく使うんですけど、これはねマジで綺麗。しかもまあ高いの探せばね、これと同じぐらいもしくはもっといいものがあるかもしれないけど、これ3000円台ぐらいで結構まあそういうね化粧品の中だったらまあ割とお手頃な感じ。しかもあの薄付きでめっちゃ伸びがいいから、ちょっとしか入ってないように見えるけど割と持つ期間がね、コスパはいいって感じ。なんさん、おはようございます。そうなんか結構重宝してますね、これは最高です。ここ半年ぐらいで化粧品結構新しいメガネに使い替えて、うん、そうかも。なんかファンデーションとかは割とずっとこれだけど、この下地とかあとパウダーとかあのクレドのやつ使い出したりとかはもうほんとね、ここ最近。なんかアイシャドウとかはさあんまりなんかなんて言えばいいの、あんまりさ高くなくても正直いいんだけど、やっぱあのベースメイク、ファンデーションとかパウダーとかはやっぱいいものはいいなっていう、値段するだけあるなって感じだから、そういうのはちょっとね買い替えたりとかしてる。えちごさん、おはようございます。で水を含ませたメイクスポンジで叩き込みます。あの今ファンデーションを手で塗っただけなので、だいぶこういう感じで近くで見るとムラがあるので、これをこうやってなじませていきます。水含ませとくとまあ馴染んでこう肌に密着してくれるっていうのと、あとあの余分なちょっとつけすぎちゃったファンデーションとか、つけすぎちゃったっていうかつきすぎちゃってるファンデーションを吸ってくれたりとかし
しますね。割といろんなメリットがあるのでこれで馴染ませてます。じゅんじゅんさん、おはようございます。今日はね、まつげ、この間マツパ行ったんですけど、マツパ行ってから初めてマスカラ塗るからね、楽しみにしてる、すごく。ちょっと待って、ウェットティッシュがさもうなくなるから暴れてる。よいしょよいしょ。こんな感じでベースできました。そしたら今日は上からちょっと黄色い下地を塗ります。まあファンデーション塗ってまた下地ですかって感じなんですけど、これティルティルのマスクフィットトーンアップクリーム、イエロー、黄色、結構クリーム自体も結構黄色みが、黄みが強い、ヤギヤギさんおはようございます、やつなんだけど、これは伸ばしてこうやってまつげの、あ、まつげじゃないやこの涙袋の近くとか下ぐらいにちょっとこうクマとかがね気になるところにこうトン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 ってやったりとかして、あとまあこういう、まあ、ほうれい線っていうかこの鼻のこことかって暗くなりがちなんですけど、こういうところに塗って、ちょっとこっちだけ塗らないでこっちだけ塗るね、まあ、とりあえずちょっと目元をこうなじませます。なじんだ、したらここ今塗ったんですけど、え、わかる？若干さ、ここの暗さがさちょっとこうマシになるっていう。のぶしゃんおはようございます、100キラありがとうございます。ヤギヤギさん、だるまとハートありがとうございます。わかります？ちょっとこう飛ぶっていうか、男性の目の下のクマみたいなコンシーラーで消せる、消せるんじゃない？なんかね、やっぱ黄色がいいらしいよ、クマとかは。黄色とかオレンジとか、ものによる。クマ取りめっちゃ気になってるんだよね私。マサパンダくんおはようございます、朝からワンちゃんおはよう、うん、こういう感じでちょっとこうなじませて、で暗さを飛ばしていきます。そう、肌に近い色がいい。よし、 OK。 そしたらできたのでパウダーを塗ります。パウダーはじゃん、エレガンス、これ本当に綺麗だから、わかります？このほら、もう今こっちだけ塗ったんだけど、このさ、塗った塗ってない、え、わかる？急にさめっちゃきめ細かくなるっていう、ほらほら、なんかこの辺とかちょっとまだ荒っぽい、こっちは塗ってないから。けどこっちはさもうスーンって見えるでしょ。オリジェさんおはようございます、すごいよね。未来さんおはようございます、これ本当にすごいと思う。こっちとかもちょっと肌が荒れてるけどごめんね。ほらこっちは塗ってない、あ、塗った、すごいよね、サラーってする。羽鳥さんおはようございます。こうやって塗るとほらさっきのアラがちょっと隠れるっていう。でもなんか厚塗りっぽくなるわけじゃないから、なんかうわ塗ってんなって感じも出ないし、これはね夏とかにすごいいい、サラッサラになる。
夏はね前髪とかにもねつけてる私。メイク直しの時とかに前髪汗ちょっとかいてさ、前髪パラパラパラってなってる時に根元にこれこうやってパーって塗って溶かすともうこういう感じの前髪になるの。すごいよね。イトニャン初見さんありがとうございます。おはようございます。だからそれぐらいさやっぱさ皮脂とかをこう吸着してるよね。コンパクトとでかいの若干性、あ、そうなの？コンパクトの方が強めの効果がある。あ、じゃあやっぱだからあれだ、やっぱそういうことなんだね。あのメイク直しにはコンパクトをやっぱ持っていって使って、でこっちはお家でメイクとかってことだよね。そう、これすごいね、いいです。そう、なんかあのもともとコンパクトの方持ってて、そうで、あの使っててめっちゃ良くて、でもいつかこの大きい方が欲しいって言ってたら前のイベントの時にくださったんです、ファンの方が。マジでセンスいい、素晴らしすぎる、嬉しい。なんか普通に自分で買おうとしてたから、そう、ありがたく使わせていただいて。前髪切ってないよ。そうそうM さんおはようございます。お子様ランチさんおはようございます。肌がより一層綺麗ね、見えるよね、綺麗に。ありがたいアイテムはい、じゃあ眉毛を描こう。眉毛は眉毛サロンで整えてるのでほぼ描いてないですけど、ほぼ描いてないですけど、足りないところをちょっと足したりとか形をちょっと整えたりとかします。まあ、ああいうこと切ってないよ前髪。アルファさんおはよう。そう、こうやって外側をとりあえずちょっとこう足すっていうかね、書いて、で大体足りないのってこの眉山のあたりなのよ。若屋林レッパさんおはようございます。呼び方っていうのかおはよう。そう、だいたい眉山が足りないから眉山を描き足して、で外側描いたらパウダーでこの今塗った中を埋めていきます。これは見づらいのでこっちにしましょう。こういうなんか斜めカットになってるやつだと描きやすい。こんな感じで、こっちは埋めてある方、こっちは埋めてない方、若干ね濃いよね。やっぱあのもともと私眉毛そんなに薄いタイプじゃないんだけど、でもやっぱねキリッとなるよね。なんかねこの眉山が調子が悪いな。でそしたらちょっとなじませる。さすがにね、なんか肉眼で見ると別にこれでも普通なんだけど画面越しで見るとすごいね濃く見えんだよね。でこういうのをちょっとこうやってね使って、これスクリューブラシって言うんだけど、これでちょっとこうなじませる、パウダーをこっちもね
こうやって行かないといけないけど、まあまあ見てるかしら行ってくれそれは行ってくれ。でこんな感じでなじませたら、これロムアンドっていうね、韓国のやつなんですけど、これでこれ眉マスカラなんですけど、これで眉毛の色を変えます。こういう感じ。ロマンって聞いたことあるでしょ。あのね、リップとか結構有名かも。まあアイシャドウとかも全然あるし、割とコスメは全般あるんだけど、なんかドライヤーしたいの。なんか前髪おかしいっていうか、別におかしくないだろうって感じだと思うけど、なんか変なんだよね。ドライヤーしたい。りっくんおはようございます。こんな感じ。どうしようかな、ドライヤーしたいな。一回切って5分後くらいに戻ってきてもいいですか？ちょっとなんかドライヤーしてきたい。なんか微妙に癖が出てる前髪。直したんだけどな。そしたら5分後ぐらいに戻ってきます。ちょっとドライヤーで前髪を整えてきます。戻ってこれる方は戻ってきてください。待ってまーす。このまま止めときます、顔は。じゃあ、後ほど。またねー。すぐ始めますので、お待ちくださーい。